今日もトリちゃん見ていただきありがとうございます。トリニティマーケティング部のピンクです。今日ご紹介するのはこちら。なんとトリニティがスポンサーをしている原口健人選手からお墨付きをいただきました。このタートルグリップマットタイプというケースをご紹介していきます。どんなケースなのかこれからご説明していきます。それでは行ってみましょう。はい、それではご紹介していきます。 iPhone 13と13 Pro に対応しているタートルグリップハイブリッドケースマットタイプご紹介していきます。こちらなんとキックボクシング原口健人選手も今ご愛用中の製品となっております。これね、実は私もすごく何気に推してたんですけど、なかなかちょっと良さがねまだ伝われてないなと思って改めて動画にさせていただきました。はい、この製品何がいいかというと、一番の魅力はこのくびれです。わかるかな、若干反ってるんですね。このくびれのおかげで iPhone がめちゃめちゃ持ちやすくなります。実際はめてみます。でも持ちやすさはね、実際持っていただかないともうすごく難しいと思うんだけど、この持ちやすさに定評のあるケースです。で、それ以外は普通なんでしょうって思うかもしれないんですけど、そんなことなくて、こちら周りが TPU という柔らかい素材になっていて、こんな感じでよくこうしなやかに曲がりますね。これで落下衝撃を吸収してくれるような作りになってます。で、背面がマットタイプすりガラス調の加工が施されていて、何がいいかっていうと指紋がすごくつきづらいです。クリアケースってね、なんか指紋で汚れちゃうのが嫌だなっていう人結構多いと思うんですけど、このマットタイプはそういった心配がありません。試しにこちら同じ、クリアタイプ、クリアケースくびれがあるタイプのクリアケースなんですけど、ちょっとね指紋のつきやすさはね、どうしてもこのマットじゃない方の方がまあ若干つきやすいかなとは思います。でも分かんないか、肉眼で見るとねちょっと気になる人ももしかしたらいるかもしれませんが、マットタイプの場合はそんなこと気にならないです。はい、はい、見た目も結構違いまして、こちらマットタイプ、こちらがクリアタイプになってます。こんな感じでこう光の反射の加減とかがね若干変わってきますね。こちらはもうずっとツヤツヤしてるんですけど、こちらはこうちょっとまあすりガラス調なので、こうロゴとかが見え方がこうキラキラと変わるんじゃないかなと思います。でこちらこうグリップ力があって TPU に覆われて衝撃吸収性もすごいケースなんですけど、なんと、アメリカの軍事規格の MIL-STD810G という落下試験にも準拠しているので、26方向 1.2 メートルの高さから落としても iPhone 本体が無事ですという試験に準拠しているので、もう危うくねポロッと落としてしまっても安心です。あとボタンの周りもしっかり保護してくれて、ボリュームボタンもしっかり保護しております。ボリュームボタンごとに穴が開いているような作りです。いや、この持ちやすさとあと指紋のつきづらさをもう原口選手も絶賛してくれたので、詳しくは原口選手とコラボした時の動画ぜひご覧ください。このね持ちやすさの感動とか、あとこう汚れづらさみたいな部分をもう原口選手がすごいって言ってくれたので、そちらの動画ぜひ見ていただければと思います。はい、以上、めちゃくちゃ持ちやすいこのくびれが特徴のタートルグリップマットタイプご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。キックボクシング原口健人選手お墨付きのタートルグリップ、こちら iPhone 13と13 Pro 用のケースがございます。この動画がいいねと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。